このままだと皇室が途絶える？皆さんは皇室典範改正という言葉を耳にされたことはありますか？これは日本の皇室における継承問題に関する法律の改正を指します。現在の令和の天皇のお子様は一人娘の愛子様です。現行の皇室典範では男子一系による皇位継承が求められているので愛子様は天皇にはなれません。現在皇嗣継承権のある方は3名おります。皇位継承順位は男系男子を優先する現行の皇室典範に基づいています。皇嗣とは皇位継承順位第1位の皇族を指します。現皇嗣は秋篠宮文仁親王殿下です。秋篠宮文仁親王殿下の長男の悠仁親王殿下は秋篠宮ご夫妻の第2子で皇位継承順位第2位です。あとは83歳になられる常陸宮雅仁親王殿下で上皇陛下の弟宮にあたり皇位継承順位第3位です。皇室典範では皇位は皇統に属する男系男子が継承することと定められています。そのため女性皇族や女系皇族は皇位継承権を持っていません。現状であれば今上天皇に不慮の事故がない限り年齢の観点から次の天皇は皇位継承順位第2位の悠仁親王殿下になります。ただ悠仁親王殿下がご結婚されてもし男児に恵まれないと男子一系による皇位継承ができなくなります。このままだと将来的には皇室が途絶えてしまう可能性もあるのです。そこで今回は皇室典範改正とその背景について深掘りしていきますので最後までご視聴願います。皇室も少子化と無縁ではない。現状国家的な問題として少子化問題が取り上げられています。皇室もまた少子化の影響を免れてはいません。専門家の試算では皇位継承者を男系男子に限定したままでいると100年以内に皇族が途絶える可能性が非常に高いという結果が出ています。 AI での診断ではこのままだと2086年には皇統が途絶えるという結果まで出ているのです。現在の持続可能性のないルールに固執し続ける限り皇位の継承も皇室の存続も行き詰まることになるのが明らかです。岸田文雄首相は本年の年頭の記者会見で異次元の少子化対策に挑戦すると述べ、そのインパクトの強い表現で大きな反響を呼びました。2024年1月に召集された第211回通常国会の施政方針演説でも岸田首相は出生率を反転させなければならないと述べています。国家を挙げて少子化対策への取り組みを強調しました。しかしその実効性や財源についての疑問や不安感が早くも浮上しています。つまり少子化が現在日本が抱える最も重大な課題の一つであることは間違いありません。では皇室は少子化と無縁なのでしょうか。皇室の将来を見通す上でこの問題を無視することはできません。そこで皇室における少子化の実情について振り返ってみたいと思います。上皇陛下以降の世代において皇室に入られた女性方で皇后、上皇后、親王妃が6人いらっしゃいます。実際に生まれたお子様方で親王、内親王、女王が全部で12人です。この数を分母と分子にして計算すると6分の12でちょうど2という数字が得られます。病気や事故の可能性を考慮すると人口が減らないための限界値はほぼ 2.1 とされています。したがって2という数字は皇室の維持存続という観点からすれば決して安心できるものではありません。一般国民の場合少子化を引き起こしている要因の一つは非婚率の高さです。したがって独身を通された人や現時点で結婚平均年齢の男性 31.0 歳女性 29.4 歳より5歳以上年齢が上で未婚の方を分母に加えます。するとその数値は10分の12となり 1.2 になってしまうのです。これは国民の合計特殊出生率で2021年の 1.30 よりも低くなってしまいました。ただしこの数字は未婚の方々が結婚すれば改善する可能性があります。しかしすでに独身のまま亡くなられた方がいらっしゃるため 1.7 以上にはなりません。いずれにしてもこれらの数字は楽観できるものではないのです。しかも
この状況が急激に好転することは考えられません。むしろ一般的な晩婚化の傾向を考慮すると、皇室においても少子化が一層進む可能性が高いといえます。さらに上皇や天皇陛下の世代には、皇室典範が皇位継承資格を認める皇統に属する男系の男子が複数いらっしゃいました。上皇陛下の世代には5人、天皇陛下の世代には2人が存在します。しかし次の世代では、秋篠宮家のご長男である悠仁親王殿下はただ1人だけとなっています。男系男子限定というルールの下では、次世代を生み出す基盤そのものが極端に小さくなってしまいました。このような状況から、皇室の少子化問題は一層深刻化する可能性が高く、今後の対策が求められるのです。男子一系とは、そもそも男子一系という概念が皇位継承における日本の伝統的な規則で、皇位を男性の血統によってのみ引き継ぐことを指します。このルールは日本の皇室の存続に深く関わってきましたが、現代においてその持続可能性について議論が行われています。古代日本では、天皇は天照大御神の子孫と信じられ、その血統を継承する存在として崇められていました。しかし皇位継承をめぐっては、血統以外にも政治的軍事的な力関係が大きく影響し、しばしば内乱や政変が発生していました。平安時代に入ると、藤原氏などの有力豪族が外戚として権力を握り、天皇家と姻戚関係を築きながら皇位継承に介入するようになりました。こうした状況の中で、天皇家の血統を維持するために、男系男子による皇位継承が徐々に確立されていきます。さらに江戸時代に入ると、徳川幕府は皇室を政治的に統制し、皇位継承についても厳格な管理を敷きました。徳川幕府は皇位継承資格者を男系男子に限定し、さらに価格や能力などを考慮して、特定の男系男子を皇太子に選定する仕組みを確立しました。この制度は皇室の血統を維持し、皇権の安定を図ることを目的としていました。しかし同時に皇室の政治的影響力を制限し、幕府の権威を強化する効果も果たしていました。明治維新後、新政府は皇室を中心とした新しい国家体制を構築するために、皇室典範を制定しました。1889年に制定された皇室典範では、皇位継承資格者を男系の嫡出男子と定めました。この規定は古代以来の男系男子継承の原則を踏襲しつつ、さらに嫡出男子に限定することで、皇室の血統の純粋性を強調する目的がありました。また皇室の政治的権限を制限し、議会制民主主義国家としての体制を確立する意図も込められていました。第二次世界大戦後、日本国憲法が制定され、皇室は象徴としての地位を明確にされました。1947年に改正された皇室典範では、皇位継承資格者を男系男子と定めました。この規定は戦前の皇室典範を踏襲しつつ、皇室の政治的権限を完全に否定し、皇室を国民統合の象徴としての存在に位置づけるという憲法の精神に沿ったものになっています。近年皇位継承資格者の減少が深刻化しており、皇位継承の危機が指摘されています。2024年6月現在、3名のみです。この状況を受けて、皇室典範の見直しや女性天皇、女系天皇の導入を検討すべきだという議論が活発になっています。皇室における男子一系は、古代から現代に至るまで日本の歴史と社会の中で変遷してきた制度です。血統、権力、政治、そして現代社会の価値観といったさまざまな要素が絡み合い、皇位継承問題という重要な課題を生み出しています。歴史上女の天皇が存在している。では日本の歴史上女の天皇は存在していないのかというと、そうではありません。日本の皇室の歴史を見ると、女性が天皇として即位した例が10回あることがわかります。しかしそのうち2回は重祖と言って一度上位した天皇が再び即位することであったため、実際には8人の女性が天皇に即位しました。これらの女性天皇のうち6人は6世紀から8世紀にかけての時期に集中しています。最初の女性天皇は推古天皇でした。聖徳太子が
摂政として推古天皇に代わって政治を行ったことは有名です。この時代に女性天皇が多かった理由についてはいくつかの説があります。一つの説としては、この時代には蘇我氏や藤原氏といった有力な豪族の血が皇室に混じっていたということがあるのです。これらの豪族間の権力闘争の影響で次期の男系の天皇が決まらないことが多く、その結果女性天皇が中継ぎとして即位するケースが多かったとされています。またこの時代には天皇が若くして崩御することもありました。その結果、皇位継承順位の1位にあたる親王が幼い場合には皇后が代理として皇位を継承するケースもあったのです。また親王が生まれるまでの間、女性天皇が中継ぎとして皇位を継承したこともありました。女性天皇の残る2例は17世紀から18世紀のものです。ここで注目すべき点は、女性天皇は存在したものの女系天皇は一人も存在しなかったということです。女性が中継ぎとして天皇の座につくことはあっても、その継承は常に男系で行われてきました。つまり父から息子へと受け渡される聖戦職隊位は途切れることなく、また別のものに変わることなく継承されてきたのです。人間は22対の女染色体と一組の性染色体を持っています。性染色体は女性では XX、 男性では XY です。女染色体と女性の性染色体の場合、対になっています。これは生殖細胞が作られる際に交差が起こるからです。しかし男性の性染色体である X と Y は対になっていません。そのためこれらの染色体では交差は起こりません。ただし厳密には最末端部分では交差が起こりますが、その他の部分では起こらないのです。その結果 Y 染色体は父から息子へとほとんど変化することなく丸ごと一本受け継がれます。日本の皇室では少なくとも我々が知り得る限り千数百年にわたりほとんど同じ Y が受け継がれてきました。X 染色体や女染色体上の遺伝子は交差などによってバラバラになるなど世代を経るごとに変化しますが、 Y 染色体上の遺伝子はしっかりと保存されているのです。過去の歴史において天皇に男子が生まれない場合や生まれても創生する場合がありました。また天皇に兄弟がいない場合など天皇の近い血縁に男系の男子が存在しないことがしばしばあったのです。その際系図をたどることにより確かに男系である男子、つまり皇室の Y を受け継いでいる男子に皇位を継承させてきました。染色体も遺伝子も何もわからない時代になぜそんな的確な判断がなされたのかは不思議です。もしかすると父から息子へは特別な何かが伝えられるとみんなが共通して認識していたのかもしれません。ともあれ、このように日本の皇室は千数百年にわたりほとんど同じ Y を継承してきています。こんな国は他にはありません。イギリス王室にしたところで1066年にフランスの一諸侯だったノルマンディー侯に始まる千年にも満たない歴史しかありません。しかも女王が即位すると大抵はその息子が次の王となり、 Y は女王の夫君の Y にとって代わられます。千数百年間も受け継がれてきた皇室の Y を決して手放してはいけないという考えが存在するのはそのためです。それはどの国がどう逆立ちしてもかなわない最強の Y とその継承の歴史を我が国は持っています。だから天皇陛下となられる方は男系でなくてはならないと主張しているのです。その男系が危ういことになっています。次の世代で皇室の Y をお持ちであるのは皇位継承順位1位の秋篠宮様、2位の悠仁様のみです。悠仁様にもし男子の誕生がなかったら、この国の歴史も権威も終わりになるのです。ただ一つの光明は、戦後に GHQ によって廃絶となった旧宮家です。この宮家の中には皇室の Y を持っている方々が存在しています。そもそも男系の維持のために旧宮家は存在していたのであり、功績離脱をしたからこそ今男系の危機が訪れているのです。愛子様を天皇に。2021年12月22日は
日本の皇位継承の安定性について議論を行う政府の有識者会議がその成果をまとめた報告書を提出しました。報告書には皇位継承の安定化に向けた具体的な提案が2点記されています。その1つ目の提案は女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持するというものでした。これは女性皇族が結婚してもその身分を失わず皇族としての地位を維持し続けることを可能にするという提案です。2つ目の提案は皇統に属する男系の男子が養子になり皇族に復帰するというものでした。これは旧宮家で Y 染色体を持つ皇統に属する男系の男子が養子として皇族に復帰することです。つまりこの子供が皇位継承の可能性を持つという提案でした。これらの提案が実現すれば例えば女性宮家が創設され愛子さまと旧宮家の男系男子が結婚して新しい宮家を建てるという事態が起こり得ます。場合によっては秋篠宮佳子さまも同様の縁談が叶えば Y 染色体を持つ男子が生まれる可能性も出てきます。ただしその新しい宮家の子供が皇位継承権を持つようになった場合皇位継承順位について新たな議論が生じることになるでしょう。具体的にはその子供が皇位継承順位において秋篠宮家の悠仁親王殿下やその将来の子供と比べてどちらが上位になるのかという問題が浮上してきます。愛子さまの天皇待望論。世論調査では次期の天皇に愛子さまを望むというのが 85% にも上っています。しかし現行の皇室典範の下ではそれは叶いません。でも推古天皇を含めて女性天皇は8人もいるのだから愛子さまもいいのではと安直に考えてしまっています。また女性天皇は知っているけれど女系天皇って何と感じる方も多いでしょう。しかし女性天皇と女系天皇は全く異なる概念です。愛子さまがもし次の天皇になる場合は男系の女性天皇となります。女性天皇とはその名の通り女性の天皇のことです。一方女系天皇とは皇位継承者の母親が天皇である場合を指します。つまり母親が天皇でその子供たちが次の天皇となる場合女系天皇となります。日本の歴史において女性天皇は存在しましたが女系天皇はいません。愛子さまが次の天皇になると女性天皇となりますが先代が男性であるため女系天皇ではありません。愛子さまは男系の女性天皇です。将来愛子さまの子供が皇位を継承する場合その子供が男性なら女系の男性天皇女性なら女系の女性天皇になります。天皇には以下の4つのパターンがあって今までの男系の男性天皇男系の女性天皇でこれは愛子さまがこれに当たります。次は女系の男性天皇最後は女系の女性天皇です。現在の皇室典範皇室に関する法律では第1条に皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると定められています。このため愛子さまには皇位継承権がありません。明治時代以前には8人10代の女性天皇がいましたが全て男系女性天皇です。彼女たちは中継ぎ役として天皇となりその後は男系の男性天皇に皇位を引き継ぎました。女性天皇は存在しましたが女系天皇は一度も存在していません。愛子さまが次の天皇になるためには皇室典範を改正する必要があります。問題は愛子さまが天皇になりその子供が皇位を継承する場合男系が途切れることです。男系を途切れなくするためには旧宮家の男性で天皇の持っている Y 染色体を持つ方と結婚するしかありません。日本の皇室は神武天皇以来2000年以上男性の血筋を守ってきました。愛子さまが次期天皇になり男系の血筋を守るためには旧宮家の方と養子縁組するしかありません。また現行の皇室典範では女性皇族が結婚すると皇室を離れると定められています。これを変更するには女性宮家の創設も必要です。そもそも宮家は皇統を継ぐための保険的な役割を果たすものでした。日本の皇室は
Y 染色体を数千年間にわたり受け継いできました。 Y 染色体は男性しか持っておらず、父親からしか受け継ぐことができません。これが皇室典範で男系の男子に皇位継承を限定している科学的な理由です。今後皇位継承者が減少することが予想されます。万世一系は永遠に同一の血統が続くことを意味します。現在皇室の構成員は19人で、そのうち14人が女性です。若い世代の男性継承者は悠仁さまだけなのです。男性の民間人は皇族になれないため、皇位継承者の減少が問題視されています。将来的に女系天皇を認めるかどうかの議論が続くでしょう。2005年小泉純一郎首相の時に女系天皇を認める報告書がまとめられましたが、秋篠宮卑子さまがご解任し、悠仁さまが誕生したため論議は先送りになりました。しかしここに及んで悠仁さまだけに皇室の継続を委ねるだけでは、100年以内に皇族が途絶える可能性が非常に高いと言われ、政府は焦っているのです。これは男女差別の問題ではなく、皇室の血統をどう受け継ぐかの問題でもあります。また愛子さまや佳子さまの人権のこともあるし、そのお相手によっては皇室典範の改正もあるのかもしれません。世界も認める日本の皇室ですが、伝統は途絶えてほしくはありませんが、将来女系天皇を認めるかどうかは慎重に検討する必要があるのです。